みんなのカメさん紹介、祝40回。こんにちは、カメ太郎です。こんにちは、シャキです。久しぶりのみんなのカメさん紹介だけど、なんと今回は40回目でーす。これからも100回、1000回と続くようにみんなのカメさんを紹介していきますので、よろしくお願いします。というわけで早速カメさんを紹介していきますね。今日はこちらのカメさんを紹介していきます。ミシシッピアカミミガメとミシシッピニオイガメです。ミシシッピつながりガメですね。ですね。それではスタートです。みんなのカメさん紹介、第40回。これから紹介するのはカエルのボンちゃんさんのミシシッピ赤耳ガメです。カエルのボンちゃんさんは3匹の赤耳ガメを飼育しています。それぞれミル君、メグちゃん、チビという名前です。この3匹はカエルのボンちゃんの友達が飼えなくなっちゃったので引き取ったカメさんです。今日はカエルのボンちゃんさんの飼育の様子を日記形式で紹介します。飼育1日目。砂利だと水替えが楽じゃないのでなしにしました。飼育3日目。ろ過装置を設置しました。飼育10日目。初めてミルワームをあげました。無事に食べてくれました。飼育12日目。甲羅のお掃除をしました。飼育20日目。欲張ることが多いので別々に飼育することにしました。現在、食べるのが下手なので陸を大きくして水かごを小さくしました。こんな感じで試行錯誤しながらカメさんたちを大事に育てているカエルのボンちゃんさんなのでした。友達のカメさんを引き取ってあげるなんてカエルのボンちゃんさん優しいんだね。そうよね。ただカメさんっていうのは寿命が長いので大事に育ててほしいと思います。カエルのボンちゃんさん優しいからよかったよね。あとカエルのボンちゃんさんは YouTube をやっています。この3匹のカメさんの今後もそのチャンネルで紹介していくそうなので、興味のある方はぜひ見てくださいね。それでは次はミシシッピニオイガメを紹介します。これから紹介するミシシッピニオイガメは第27回の時に登場してくれたケルグンさんのカメちゃんです。ケルグンさん、また参加してくれたんだね。そうなのよ、今回で2回目の参加です。それではスタートです。これから紹介するのはケルグンさんのミシシッピニオイガメです。名前はカメちゃんと言います。ケルグンさんとカメちゃんは2018年の8月に爬虫類ショップで出会いました。ケルグンさんはそのショップで一番元気よく動いていた子をお迎えしました。毎月体重測定をしています。それから徐々に成長していき、体重はお迎えした時に比べたら10倍近くになりました。このカメちゃん、前回紹介した時はエビが大好きでした。最近はカワニナやサワガニなど
自然のものが一番食いつきます。実はヘルグンさん中学生なんです。ヘルグンさんが学校から帰ってくるとすごい勢いで寄ってきて餌くれダンスを披露してくれます。顔を見ると首を伸ばして見てきます。ヘルグンさんはその姿が可愛くてたまらないそうです。最後までご視聴いただきありがとうございます。